電気通信事業者とは一般に固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社の総称。音声やデータを運ぶというところから通信キャリアや通信回線事業者と呼ばれることもある。携帯電話専業の会社については携帯会社と呼ぶことが多いがドコモなどの携帯電話回線会社とアップルなどの 携帯電話製造会社との混同されるため呼ばれ方が変わりつつある。回線事業者または回線会社として扱われる。日本においては電気通信事業法に基づき電気通信益務を行うものを指す。日本国内の電気通信業界の主な変線電装路設備を保有する電気通信事業者には固定電話、携帯電話、PHS、 無線呼び出し等の事業を行う者が多い。また、鉄道事業者、電力会社など、他の電気通信事業者への電装路設備の貸し出しのみを行う事業者もある。以下は、主な登録電気通信事業者。電装路設備を保有しない、電気通信事業者には、プロバイダー、付加価値通信網提供会社、情報サービス会社、機械警備を行う警備会社などが該当する。 届け出電気通信事業者とも呼ばれる。これら以外にも多数の届け出電気通信事業者が存在しており、その数は2015年時点で1万7000社を超えている。ありがとうございます。